おーし、では入っていきますか、闘技場の中。おお、すごいね。お、調べられそう。すごいな、ポスターとかもありますね。あら、いらっしゃる。どうなんだろうね、とりあえずちょっと様子を見に行くって感じかな。入ってみよう。ああ、すごいな、マリアさん。ありがとうございます。ちょうど仕上げてますよ。かなり強気ですね。ああ、あれはちょっと見てください、マリオさん、チャンピオンベルト、あれはスターストーンなんでは。絶対そうですよ、あの輝きはスターストーンです。あんなところにあるなんて、本当だよなチャンピオンにならねば。そうだ、選手になろう。どうしましょうか、チャンピオンベルトを盗むわけにもいかないし。困りましたね、マリオさん。盗む、チャンピオンになる、盗む。まだマリオさんたら冗談ばっかり言って、そんなことしちゃダメですよ。こうなったらやっぱりマリオさんがチャンピオンになって、堂々と男らしくベルトいただきましょう。それならまずは選手になりましょう。なんだかドキドキしました。早速この責任者に会いに行ってみましょう。さあ、選手になるという流れだね。これちなみに下から入るとどうなるんだろう。同じかな。熱いファイトを見てると嫌なことなんか何もかも忘れてしまうよね。そうだね、全然だね、君には関係ないね。ってなると、奥の扉
のところにいる方ですかね。一応上の扉も改めてチェックしておこうかな。え、知りたい。戦わないことは確かに、それはそう。もしでは選手になりますか。お願いしましょう。何、選手になりたいんだと。うむ、そういうようなプロモーターのガンさんに雇い、ガンさんはこの先にあるプロモーター室におられる。さあ通るがいい。ありがとうございます。セーブポイントもあるね。ここかな。ここは鍵ですね。待って、ホットドッグあるんだけど。え、めちゃ気になる、ここ。はい。あったー、ピンチボールの味。よし、ではガンさんに会いに行きますか。こっちにもあるんだね、セブロック。2箇所にあった。なんだね、ユウは。ここはミーの、つまりガンスのルームだよ。ノックもせずに入ってくるとはまだ面白いのか。何、戦士だぞ。ユウはファイターになりたいのか。おう、ファイターになりたいやつはいつでも大歓迎だよ。ここにはヤングでパワフルでエネルギッシュでハングリーなファイターばかりが揃ってる。ユウみたいなペラペラのおっさんではちょっと心配だが、まあなんとかなるだろう。やはりユウもチャンピオンになってウハウハなライフを送りたいのか。はい、いいえ。オーケーオーケー、ノープログラム。ミーにはちゃんと分かってるよ。ミーもヤングマンだった頃はいつもノーマネーだった。しかしこのボディ一つで格闘技の世界に飛び込み、すでにチャンピオンまであったんだ。今はもうリングに上がらないが、これまでに使い切れないほどのビッグマネーをゲットしたんだ。ドリームが叶った、ジャバキさん。大事なのはいつもハートにドリームを持つことなんだよ。ドリームを強く信じて頑張ればビッグになるのもドリームではなくなるんだよ。わかるかね、ユウ。そうだ、ユウ。ちょっと来たまえ、カモン。お、そこはチャンピオンの部屋だよね、おそらく。ゲームアドバンスの画面だ。どうだね、ユウ。ここがチャンピオンルームだ。ゴージャスだろ。もしユウがチャンピオンになれば、このルームはユウはゲットできるんだ。もちろんビッグなマネーもゲット。スーパーでリッチなウハウハなライフはユウを待てるさ。そしてここが他のファイターたちのルームだ。どうだね、ゴージャスまではいかないが十分クリーンだろう。
ミーはファイターたちのコンディションにも気を使ってるんだ。さて、もちろん分かってると思うが、チャンピオンには世界にオンリーワン、そのチャンピオンになるのはとてもハードだ。しかしハードだからこそチャレンジする意味があるんだ。ユウの瞳にはギラギラとしたファイティングなスピリットが見える。ユウならきっとチャンピオンになれるはずだ。ミーはそう確信してる。頑張ります。そうそう、ファイターになるんであれば契約書にサインをしてもらわねばならん。なーに、手間は取らせんよ。ここにちょこっとユウのネームを書いてくれんかね。イエス、ノー。オーケーオーケー。ユウはマリオくんというのかね。グードなネームだ。しかしファイターとしてはちょっとネームにインパクトがなしもだな。ひらめいたぞ。ユウのリングネームはグレート・ゴンザレスだ。どうだね、ストロングなメンだろう。オーケーオーケー。ミーのネーミングセンスもなかなか捨てたもんではないな。今からユウはグレート・ゴンザレスだ。ホットなファイトを期待してるよ。さあ、ゴンザレスさん頑張りましょう。さて、これでユウはファイターになったわけだが、昨日シコア君いるかね。はい、社長、お呼びでしょうか。今日からファイターとして活躍してくることだったグレート・ゴンザレス君だ。彼をファイターのルームまで案内してくれたまえ。わかりました、社長。では、あなた、すでに返済。選手となったあなたに言っておくことがあります。まず社長のおっしゃることはここでは絶対です。社長の指示に従いなさい。また契約書にあった通り、社長の許しがあるまで選手の登録は抹消されません。その他にも細かいルールはたくさんありますが、それはまたの機会に説明します。まずはこっからって感じかな。さあ、ここがあなたの控室です。あなたには2部リーグからスタートしてもらいます。この薄汚い部屋が嫌なら1日も早く1部リーグに上がることですね。試合をする場合はこのコンピューターにアクセスしてもらいます。誰と試合をするのかは証拠をお決めになります。嫌と言わせません。では一度やってもらいましょう。コンピューターの前に行って A でアクセスしなさい。そしてランキングマッチを選ぶんです。そんなことわからないんですか。すいません。休めるの、このベッドで回復みたいな。で、ここも気になりますね。お、ゲームボーイアドバンスの起動みたいな音がしましたね、今。ハロー、ゴンザレス君。早速バトルするつもりだね。グッドなチャレンジスピリットな。さて、ユウのデビューバトルだが、クリクリブラザーズとやってもらおう。なーに、ユウにはいい時代だよ。サクサクっとバトルしてくれたまえ。それと観客を盛り上げるために観客に1回以上アピールするんだ。その他の詳しいルールは機能宿泊に聞くがいい。ではグッドラック。これで試合が組まれました。あとは迎えの者が来るまで待っていなさい。試合は先に相手の HP をゼロにしたチームの勝ちになります。しかし、ただ勝つだけではダメです。社長がおっしゃる条件をしっかりと守りなさい。
今回で言うと観客に1回以上アピールするという条件です。この条件をクリアして試合に勝てばランキングが上がり、より上のランクの選手と対戦できます。条件をクリアできなかったり試合に負けてしまうとランキングは上がらずそのままです。ランキングが11位になると1部リーグに上がるチャンスが与えられます。終わりました。もう一応クリシンさんにしますか。お、来ましたね。お、ぐるぐる回し。ああ、やっぱ回復できるっぽいね。よし、では行きますか。一応ランキングチェックできるよね。今見れないんだ、見られないんだ。では行きましょうか。いるクレボさん。さて次は宇宙から来たい石頭ことクリクリブラザーズと期待のニューフェイスグレートゴンザレスの試合だ。クリクリブラザーズはセリリングの上で今か今かとゴンザレスを待ち受けているぞ。いやクリクリブラザーズコンディションどうだね。俺たちはいつだってぶっちぎりでバリバリだぜ。ゴンザレスとか言っていたな。俺たちを待たせるとは随分生意気なルーキーじゃないか。そんな奴にはこの俺たちが先輩への礼儀ってやつをきっちりと教えてやろう。今のうちに救急車を呼ぼうと進めるぜ。ゴンザレスさん、大物ですからね。ニューフェイスのくせに遅れてやってくるとはかなりストロングなハートだぞ。ああ、いいかねゴンザレス、試合のルールを簡単に説明しておこう。行くぜほらー。先制攻撃きましたね。よーし、危ない危ない。ギャフンと言わせてやりましょう。で1回以上のアピール、このシリーは大丈夫そうだね。通常のクリボーさんと同じっぽいかな。アピールで、ね、OK。 クリシンさんのアピールでも良さそうだね。では自信アタックでいきましょう。おいー、ありがとうございます。ヤフンと言わせてやりましたね。バトルの感想を聞かせてもらおう。やばかった、まあまあ話にならない。まあまあ、クリシスさんめっちゃ喜んでる。さっきのバトルは初めてにして悪くなかったぞゴンザレス君、ありがとうございます。おお、ファイトマネーあるのいいね。コインです。でもルーキー、初めての試合どうだった？俺はマイケル、お前と同じこの控室のメンバーだよ。
よろしくな。まあ仲良くやってこうぜ。よろしくお願いします。こいつはオクドール。よろしくボム、よろしくボム。せっかく知り合ったんだからお前にアドバイスをしてあげるボム。昨日シコアも言っていたけど、社長から出る条件はなるべく守った方がいいボム。条件をクリアできなければたとえバトルに勝利してもランキングは上がらないボムよ。オクドールのアドバイスは時々役に出すからな。たまには聞いておくといいぜ。時々なんだ。時々じゃないボム、いつの役に出すボム。ねえ、持って、こいつさん、プロッツ。よろしくな。あまりこの部屋にはいねえけど、見かけたらいつでも声かけてくれ。そうそう。部屋のベッドで眠れば HP と FP がバッチリ回復するぜ。チャンピオンの部屋のふかふかベッドと違って、スターパワーまでは回復してんけどな。もうチャンピオンの部屋、スターパワーも回復するのかな？すごいな。最後にこいつはガンガンだ。仲良しごっこは好きじゃねえ。まああんまり愛想がいいとは言えないやつだがな。これが今のこの部屋のメンバーだ。何かあったら私に聞いてくれ。そうそう、そのうちお前とも戦うことになるが、まあ、よろしくな。よろしくお願いします。まあ、どんどんやってきますか。写真動画こんな感じなの。マリオさん、ゴンザレスさん、コーラーズ、エキシビジョンマッチ。ああ、好きな選手選んで試合できるんだ。よし、ではやりますか。コーラーズ、3回以上はダメージを受けるように。お、早速ですね、マイケルさん。よし、行きましょう。さあ、今度のバトルは地獄から来た職人グレートゴンザレスとカチカチコーラマシーンコーランズのバトルだ。よし、頑張りましょう。で、3回以上アイテム、アイテムじゃねえわ、ダメージ受けるんだ。とりあえず物知りやっていきましょうか。コーラーズのこの子、コーラーズのこの子よ。普通ののこの子と色は少し違うみたい。421、能力は普通ののこの子と全く同じみたい。マイケルに遠慮なんかせずガンガン攻撃するのよ。それが本当の友達ってもんよ。とりあえずは防御しとこうかな。ガードしなきゃいいよね。これで大丈夫かな。とりあえず全部マリオさんに来なかったけど、クリシンさん来たけど。さあ、ではコーラーズ、パタ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 さん、能力的には同じかな。421、待てよ。
で、そうだな。まあ、地震アタックでいきましょうか。はい。ね、大丈夫かな。おーし、ありがとうございます。お、ファイントマネー増えましたね、コイン。さあ、18に上がりましたな。なかなかやるじゃないか、俺の負けだよ。でも、次にやるときは俺が勝たせてもらうぜ。ああ、ありがとう、マイケルさんだね。よし、ではどんどん行きましょう。サンボ3兄弟アピール1回以上ね。まあ大丈夫か、このままいっちゃいましょう。恐怖のトゲ地獄3人組、サンボ3兄弟とのバトルだ。サンボさん自体は物知り済みだよね、確か。ですね。OKOK。まあそんならアピールやっていきましょう、早速。ここも地震アタックで。はい。タイミングが。まあいけるか。このままいじましょう。よし、ありがとうございます。お、経験値入るね。さあ、ファイトマネー。戻ってきたらゴンザレス。マイケルさん、今回向かったのがなかなか調子が、今回向かったのがなかなか調子がそうだな。このマイケルさんもお前に相変わらずぜ。おや、まだかいプロツ。すまんねえマイケル、やかましい女を連れてきてしまって。インスなプロツ、あの女いつも偉そうでどうにも気に入らねえよな。しかしなぜあの女など。まあちょっとな。さてと、また行ってくるとするか。
なんかありそうですね。よし、では一度回復をしましょう。どんどん行きますか。さあ、16位のボーンワイルダーズ、スペシャル技1回以上。おー、では行きましょう。骨骨ロッキンロール、さあ、では頑張っていきましょう。で、物のシリーズ済みの状態ですね、骨猫さん。せっかくなので時間を止まれ使ってみる。敵の場所に出るボタンは連打せよ。行きましょう。連打するやつ。おーおー、オッケー、こんな感じか。すごいところで止まりましたね。で、アピールもしておきましょう。ファンクさ大事ですからね。ちょっとゲージ貯めときたいので、クリシンさんで、ね、もう一回アピールしとこう。さあ、自信アタック。全体技強いよね。よーし、ありがとうございます。さあ、ファイトマネー9コイン。お前また勝ったんだってな、結構やるじゃないか。ありがとうございます。俺が今まで見た中でも一番有望な選手だぜ。この調子で頑張りな。このマイケル様が言うんだから間違いねえよ。誰かが大怪我して病院へ運ばれていったようだな。なんせここは闘技場だからな、よくあることさ。どうすっかな、もう一戦やる。15位のジュゲムと仲間たち、ジュゲムと仲間たち。5ターン以内に当てを通すように。よーし、では行きますか。
闇夜の爆撃部隊。お、トゲゾウさんもいるっぽいな。多分物知りやってないっすよね。答えないでいけるかな。なんか持ってる。ではトゲゾウさんからいきましょうか。トゲゾウよ、トゲがいっぱいついた亀一足ね。痛そう。333、防御3あるんだ。ただでさえ防御力が高いのに、まるまると全然ダメージが与えられなくなるわ。だから普通の状態に持った時に一気にダメージを与えてどうすんよ。ひっくり返ると防御力が0になるから、その時はチャンスね。まあ、パウがあればいいよって感じか。確か地震アタックでもひっくり返るよね。えい、オッケー。もう起き上がるの早いな。答えないいけそうかな、物知りやっても。さあジゲムさん、ジゲムよ、雲に乗った亀一族ね。520、確かに4次元ポケットレベルですよね。さあということで、とりあえず倒しちゃいますか。トゲゾウさん、ありがとうございます。普通にアクション失敗しちゃったな今。まあまあまあ倒したんでよししましょう。さあファイトマネージコイン、ウーロン街にあるホットドッグ屋が南の島の不思議な卵を使った新しいメニューを出すらしいぜ。知ってるか？あそこのホットドッグは試合中に HP と FP を回復できるんだ。そこの新しいメニューなんてきっとすげえホットドッグだぜ。お前も一度店に行ってみるよ。ちょっと行ってみますか、せっかくなんで。七不思議、闘技場七不思議。あ、弾けるんだ。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。